手探りでポーズを当てましょう。はい、ということでね、はい、今からいつものジェスチャーっぽいやつを、はい、ジェスチャーっぽいやっていきますよ、はい、いつものやつです。そうですね。でも今日はちょっと違います、うん、いつも違うんですけど、うん、3人の中から代表で1人が出題者となります。残りの2人回答者としてアイマスク着用します、はい、出題者には回答となるお題出題されます、うん、出題者はですね、お題のものをポーズで表現します、うん、回答者はですね、アイマスクをしたまま出題者を触ります、うん、何のポーズしてるか当てちゃいます。見事正解すると1ポイント獲得、はい、うん、今回このコーナーと後半のコーナーで合計10ポイント獲得することできると先ほど紹介しました、うん、キャラソル夏目友人帳秋の長雨にの A 賞から C 賞をセットで1名様にプレゼント、はい、うん、ということになりました、うん、まあ、あのコンプライアンス的に、ね、ギリギリの企画と、はい、ちょっといろいろ触られるのを触りまくりですね。あの目隠しした状態で延々とまさぐるんですか、ね、そういうことですね。だから目隠しした人だも問題出す人以外がアイマスクして、はい、もうまさぐります。はい、その対象が僕。そういうことですね。いや、いやいや、みんなですよ、みんなですよ。みんなですか。僕らも触られますよ。そうです。あ、いいんすか。いいんすか。いいんすかって何何をする気なんや。何をいいんすか。うっす、楽しみにします、まあ、どんなものかちょっと分かんないでしょうけど、例えばね、サーフィンってお題あったとしますよ、うん、僕に出題があったとします、はい、2人は目隠しします、サーフィンって言ったら僕はこうやるわけですよ、はい、サーフィンのポーズでしょ。でこれを君たちが目隠ししたまま、あ、やばいやばい、この人脇腹めっちゃ弱いから、あ、そうなんだ、まあ、言うなえ、これ動いたらどうなっちゃうんですか。動いたら死にます死にだから動くなということです。そういうことです。動いて死にます。爆発します。ということでね、まずは福くん。あ、僕が問題出した方。はい。はい、なんで僕らがアイマスクするということですね。じゃあ先にアイマスクしてすればいいですね。うわ。さあ、CM 中にメイクさんが。うわ、すげえ楽しみ。今日の。マジっすか。あれ？あ、俺真ん中。そうですね。大丈夫。俺合ってるここで。あの、アイマスクが。うん、新しくなってる。なってる。え、あ、柄があるんだ。あ、きついんだこれ。そう、柄見とけばよかった。絶対跡つくよ。44歳は顔に跡がつく。うん？え、これは。もうここに立ってていいんですよね。今俺の名前呼んだ誰か。誰か呼びましたね。誰呼んだでしょ。なんか。鈴村さんって今言ったよ。何？どういうこと？あの目じ。本当見えへんね。めちゃくちゃ目力が強いっす。あ、そういうことか。どうしたらいいか。はい、じゃあ問題出してください。あー、どっちで行こうかな。まだまだまだ、ね、まだ場所すら把握してないね。だってこれもう分かんないですよ。あ、どうすか。本当にどこ行くか分かんない。あ、ここら辺にいいんだろうなぐらいか。この辺にいますか。あ、まだです、まだです。はいはいはい、ここにいますから。あ、あります。ここにいますから。はいはいはい、じゃあ行きますよ。まだだってじゃあ行きます。はい、どうぞ。静かだな、ちょっと。もう、え、怖いんだけど。え、いる？え、いなくなったんですけど。もうちょっと前です、もうちょっと前です。あ、いた、あ、いた。え？え？何これ、どうなってんの。あ！え？でもこれだけ？え、もうちょっと時間ないよね。ちょ、もう全然分かれへんぞ。全然分かれへん。分かりました。嘘、外すよ俺。福君、じゃあポーズやめて。つけたまんま、はい、外すよ。あ、つけたまま言う。おお、こっち向いてんのか。びっくりした。めちゃ目あったわ。おー、びっくりした。あ、外して大丈夫らしいですよ。外していい。はい。全然わからん。ああ、わかった。お、歌舞伎や。わかりました。わかった。多分ですよ。全然わかんない。言っていいんですかこれ。じゃあせーので言う。え、せーの、せーので言える。全然わかんない。じゃあせーので言う。うっす。せーの。バレーボール。聞こえなかった。俺は砲丸投げ。砲丸投げ。バレーボール。違います。ええー、いや、だって大坂さんめっちゃテイクバックしてましたよ。俺はもうこうやってるかと思った。あ、正解は野球。え、いやいやいや、野球だったらこうやってくださいよ。耐えられるかこんなの。確かにこうってなんだこれ。バット、うん、でもバットもあるよね。そうですね。なるほどね。あ、さあ、なんとも言えない空気が今訪れていますよ。いやー、面白いだろ今。じゃあ次誰が出しますか。次誰ですか。僕が出しますか。じゃあ行きますか。はい、じゃあまさぐられんのは超嫌だな。めっちゃ嫌だな。そういうのちょっと事務所通して言っといてもらっていいですか。お前あんま変わってんの。
お前え、お前すごいな。お前ほんまいいぞこれ。すごいすごい顔。これはいい。これはいいわ。じゃあまあお題見ましょうか。いや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 。じゃあやりましょうか。こういうことでしょ。本当に場所がわからないな。こういうことでしょ。なんか下こういう下に声が聞こえる。こういうことですよ。はい、じゃあ用意スタート。いやいやちょっと、いや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 めっちゃ動いてる。これ俺ちょっと待って、ちょっと待って、こんなわかんないっすよ。なんで動いてるんですか、スーパーさん。俺ほんまにあかんねんぞ。そんな触られんの。お前らしかも目つぶってるから結構笑ってくるでしょ。いやねんって、めっちゃ怖かったもん今。めっちゃ怖かった。いやこっちも怖かったですよ。先輩が下でもだえてると思ったらどうすればいいのか。何も触れなかったし、めっちゃ怖い今。もうどこ触ったかも分からなかった。じゃあ答えお願いします。いや分かった。これで分かったらもうエスパーもう言ってみてください。もう何でもいいです。でも座ってたもんな。当たるかもしれないですよ。座ってたもんな、ね、やって言ってちょうだい答え。なんで3人座るか分かれへんけど答え言ってちょうだい。え、座るでしょ、うん、あ、え、座ってたんですか。座ってたよ、私は座ってた。分かりました。分かった、分かった、はい、せーのに行こう。せーの、大仏。大仏、相撲。あーん、近いな。ウサギです。全然近い。相撲もウサギ取りの稽古とかしますしね。大仏もほらね。何もどうも。もうちょっとフォローしてくださいよ。俺先に大阪さんが触っちゃったせいでもう動いた後しか知らないですよ。ごめんごめん。一番触ったの大阪さんですよ僕。いや俺腕すって触っただけで、うん、もうだってお前らが笑ってた。ちゃうね、お前らがふえーってくるからもう見てるだけでもうもじょもじょするんですよ。触る前から笑ってたからだってもうお前らちょいやどんえーちょやってみよう、やってみよう。そうっすね、そうっすね、やってみないと分かんない、無理だ俺これ。なんなん。あ、そうだ、この絵面も楽しまなきゃいけないコーナーか。こんなん絶対無理だな。絶対無理。すいません、すごい面白い、面白いなった。すごいブサイクっすよ。すごいブサイクっす。大阪さんどうしたんですか。やば、目すごい。大阪くん何も変わってない。なんか眉間にシワ寄ってんなって感じですね。アニメ版大阪みたいな。お、え、結構ファイターですね。俺と逆になってんだこれ。さっきの大阪がしてるやつ俺がやりました。そうですね、そうですね。だから鈴村さんが今一番やばいです、ね、あ、面白い、はい、これがいいみたいです皆さん、ね、スタッフの皆さんも今後のためには覚えておきますよね。これはいいみたいです。いやすごい、なんか、はい、この引きの絵面すごい良くないですか。先輩たちです。見えてない。先輩たちです。よし、じゃあお題見ましょうか。そうですね、 OK、 あ、 OK です。はい、簡単なんや、まあ、僕結構再現度高いと思います。ほんと触る面積多いんで。確かに、はい、そうだね。いいっすか。いいよ、いきますよ、うん、なんかボトって言った。はい、いい、また下だ。下だね。どうぞ。あ、これ、あ、なんかすごい洗車されてるみたい。これはすごい綺麗にされてるみたい。これは分かった。やばい、反対側が。え、すごい大阪さんのタッチが優しい。すごい指の先まで丁寧に触ってる。それがめっちゃ嫌やったんよ俺は。そのささってくるのが何をする気なんだいってなったのよ俺は。鈴村さん、これは慣れですよ。慣れですか、慣れ。じゃあ僕外していいですか。これ外しますよ。外しますよ。え、でもこれこそあれかな。わかりましたか。いや、でもすごい完璧な再現ですよ。これこそ、これこそあれじゃないですか。お、せーの、大仏。
正解です。これは大仏ですよ。わかりやすかった。いや、よかった。ウサギって確かに表現いや違う、ウサギ以前の問題です。じゃあもう一周やる。触った途端にもう一周やるんですか。やるんだ。じゃあ次はじゃあ僕が、うん、あ違う、俺が出すよ。あそうか、これつけてみる。じゃ、うん、頂戴します。これ多分面白くない。こすげえ静かになるな。あいいっすね、小原さん。そうっすか。なんかその笑顔とぴったりマッチしてる。なんかそんな見てももらってるんですね。その頬骨の形とぴったりマッチ。恥ずかしいっす。あでもやばい、今動きすぎた。うわもう無理や。え動きすぎた。無理と書くんだ。どこ行った。動きすぎました。日本舞踊してるみたい。ここにいます、ここにいます。あです。あ見ました。じゃあポーズ取りますよ、うん、はい、いきます。はい、スタート。えん？これ何？あ！え？うわすごい絵面だなこれ。ちょっと本当わかんないな。わかった。わかった？外すよ。はい。え本当わかった？わかりました。もうこれしか表現しようがなかったですこれは。あの腰の落とし方がまさに。ちょっとじゃあ任せる。いいっすか、うん、カニっす。正解。うわやっぱちゃんと指先まで触ってくれる。いや俺もこれは分かったけど、なんかこち亀のりょうさんみたいなやつだと思った。いやそれ当てんのきついっすよ。キャラクターできたらちょっと難しいですけど、ね、いややるか。いやさすがです。次じゃ あ俺か。もうやだやった。やだ絶対やだ。もう見てもうボロボロになってるのよ。これつけてないよ。じゃあこれつけてなんなのよ。やだこの企画。髪の毛ぐしゃぐしゃっすね。なるよね。メイクさんすぐそういうのするのよこれ。大坂さん面白いっすね。大坂さん何やっても基本面白くなりますね。見たいっすね。あいいね。いいよ。本当ですか。うん似合ってる。ありがとうございます。冗談。いやもうほんま。じゃあ行きましょうか。はい。ちょっと待って。ちょっと待って。いや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 。よいスタート。いやあマジ。ちょっと待って。動きすぎ。ちょっと。ちょっと。スラさんわかんない。いやあ。ちょっとスラさんわかんないっす。そんな。いや、どこまで行っちゃったんですか。やだ、やだ怖いよ。もう捜索も怖いよ。わかりました。はい、じゃあ答えを。わかるわけない。ちゃんとやりましたよ、僕は。なんかヒントが欲しいっすね。ヒント。そうですね。僕より駒田くんがやった方が良かったと思います。あ、うん、あ、そういうことか、はい、ちょっと勘で答えますね。なるほど、はい、分かりました。はい、はい、せーの。クマボディービル。正解。おーすごいっす。もうこれぐらいになってくると俺が逃げても分かってくる。これが絆。だって今ノーヒントみたいなもんっすよ。だってでも俺はこうやってたの、うん、だ多分ここを触ったと思う。多分全然触ってない。そうなんだ。ここを何編集しようとした。じゃあ次、はい、これラストですか。ラストラスト。僕ですね。ジャムポーズね。ああちょっと待って。福くん最後にもう一回これつけて。福くんがそれつけるのが見たい。あそれ一番面白いですね、うん、それ本当面白いからもう一回見せて。それだけ見てから俺もつけるから。じゃあお願いします。やばい。何ですかねこれ。それ福くんのこれマジで面白いですよね。誰がつけるよりも面白い。すごい。もう今後これ専用でいいよ。じゃあ俺もつけましょうか。はい。じゃあ次、はい、誰がポージング撮ってるかもはや分かんないですもんね。はい、ではお題を、はい、え？さすがな。
あ、分かった。いけますね。いけんの。いきますよ。うん。いきますよ。じゃあお願いします。はい。取った？あ、でもこれ俺の手の位置危ねえなこれ。なんだこれ？あ、これ手の位置危ねえ。腰が落としてる。あ、すげえ。え？お、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 え？お、お。俺いや触られてないのに触られてないのに転ぶ先輩。ちょっと俺さっきから一個もわからん。本当ですか。うん、え、今の何、何だろう今の。当ててほしい、当ててほしい。わかりますか。イメージ的なではこんなことやってた気がするんやな。おおおお、いっぺんに行きますか。いっぺんに行く。え、行きますか。これなんだこれ。あ、先にお一人ずつから答えてもらう。じゃあ僕の行きましょうか。お願いします。タヌキの置物。あ、なるほど。では連続で聞いちゃいましょうか。重量上げ。あ、なるほど。どっちもダメです。あら。じゃあ正解は。ビートたけしっす。コマネチするじゃないですか。する。いや、これに関して言えば君は何も悪くない。誰だそんなお題出しださ。やろお前。あそこの大人っす。あの大人がね。あそこの大人っす。時々ミスチョイスするんですよ。これだってこのコーナーの最後にビートたけし入れてくる作家います？おらんです。正解させる気ないですもんね。ということで。このコーナー終了ですか。そうっすね。なんと、はい、3問も正解。おやったー。 CM